無差別爆撃に使う爆弾とか原子爆弾なんて兵器ではありません。人類は3000年間戦争は残虐なものじゃなかったんです。統治国家っていうのは自分に都合のいいことだけを主張しちゃいけないわけで。50代前半の女性ですね。成人年齢を18歳に引き下げたのは、徴兵制への布石、とも一部では言われていますが、もし本当にそうなった場合、兵役から逃れるのは利己的行為でしょうかというご質問がいただいています。はい、戦争っていうのは、まあ今から3000年ぐらい前に随分考えられてですね、戦争、本当に戦争してしまったら、人間は悲惨になると。今、多くの日本人が戦争は悲惨なものであるというふうに考えてるわけですが、それは人類的に言えば3000年前の話なんですね。で、紀元前1000年ぐらい、今から3000年ぐらい前にですね、どうも戦争をなくすということはできない。だから、むしろ戦争はなくならないと思って戦争をゲーム化しようと思ったわけですね。まあ、ちょうどギリシャ時代の少し前ぐらいに戦争をゲーム化する。じゃあゲーム化するってのはどういう方法かって言ったら、まず戦争に参加する人が志願であるってことですね。自分の希望、もしくは傭兵、お金をもらって戦争に行く。で、徴兵制のようなものは敷かないと。これがまず第一ですね。それから第二が、戦争をやるところは原っぱにすると。都市とか、そういうとこじゃなくて、原っぱでやると。で、これは現実的にずっと守られておりまして、まあ、ギリシャ、ローマの時代もそうですが、まあ、日本で言えば関ヶ原とか、ヨーロッパ近世でナポレオンの時代にはワーテルローといったですね、必ず都市でないとこで戦争すると。それはその、兵隊だけで戦争して、一般人を巻き込まないっていうことですね。例えば、関ヶ原の戦いの時に、うろうろと誰か一般人が紛れ込んだら、今戦争中だから早く出ていけと危ないぞと、こういう状態ですね。ですから、それから兵役というのはですね、これも今日本では、この前の戦争の記憶があまりに強いので、皆さん誤解してるんですけども、兵役っていうのは、兵士同士で殺し合う武器を兵器と言ってるんです。ですから、例えば無差別爆撃に使う爆弾とか、原子爆弾なんていうのは兵器ではありません。あれは虐殺道具でですね。それから戦争はちゃんと法規があって、戦時法とか、それから捕虜に対する国際条約とか全部ありましてね。この範囲の中でやっているわけですね。ところがそれが破られたのがごくごく最近で、1937年のゲルニカ爆撃。これはまあ、美術のご好きな人はピカソのゲルニカっていう作品をご存知でしょうけど、ゲルニカが人類として最初なんですよ。つまり、都市で、武器を持ってない人を相手に殺すというですね。人間というのはどんなに残虐でも、武器を持ってない子供に銃を向けて撃つってことはできないんですよ、普通ね。人間の心としてできない。だから、その1937年のゲルニカ爆撃以前はですね、人類は3000年間、戦争は残虐なものじゃなかったんです。ところがその37年にその穴を開けたので、それから日本が降伏する45年の8月15日までのたった8年間だけ、人間の戦争というものが、いわゆる皆さんが記憶している、上から爆弾が落ちてきたり、原爆が落ちてきたりですね、機銃掌査を受けたり、今のウクライナで見られるような、住宅を砲撃するっていうようなことが行われるようになった。だから一刻も早く日本の外交がもっと頑張って、旧来の戦争ですね、ゲーム化された戦争にとどめようと。いうことに早く帰るってことが非常に重要だと思いますね。まあ、例えば日本の、よく日本が非難される真珠湾攻撃なんかは、完全に戦争の 法律っていうか戦争法に適合してるんですね。基地しか爆撃しない。で、ハワイの住宅街には一発の爆弾も落とさないというね。それで引き上げてくる。あれ引き上げないで、ハワイにいる軍人を全部殺して、
もう住宅も全部殺して、非番の兵士も殺してくれば、随分日本にとって良かったでしょうけど、そういうことをやらないという、ちゃんとした規則を守っておりまして、その点では、まあ、ちょっと日本人が今誤解してるかなと思いますけどね。ちなみに、例えば徴兵制があって、その武田先生の、まあ、息子さんとかね、戦争に行くみたいなことになったときに、それは行けというのか、それとも、止めたり、行かないようにしたりとか、どっちでか先生は。それは政治で、我々が選挙権を持ってるってことは、政治的に決めることに対して我々は責任があるってことですからね。うん、ですから、政治で徴兵制が引かれた場合は、それは当然、行けとも、僕が言うことではなくて、うん、その、私の息子がもし、徴兵で出兵するならですね、君は法律に従って日本国に貢献しろと。うん、こういうふうに言うわけですね。法治国家っていうのは自分に都合のいいことだけを主張しちゃいけないわけで、うん、都合の悪いこともいいことも同時に受け入れる。その代わり選挙権というものを持ってるっていうことが法治国家の基本ですからね。なるほど。はい。はい、わかりました。はい。ご視聴ありがとうございます。もっと武田先生のお話を聞きたい方へ、武田先生に直接人生相談をしたり、YouTube では公開できないお話を聞ける公式オンラインサロン、幸せ砂時計村で、武田先生や意識の高い仲間たちと幸福な生き方、考え方を身につけ、笑いの絶えない毎日を一緒に過ごしませんか？武田邦彦公式オンラインサロン、幸せ砂時計村、参加受付中。詳細はこちらの QR コード、概要欄をご確認ください。